皆さんご機嫌ですか？どうもキーボーです。最近電車の中でスマホがずっと鳴ってるやつがいたんだよ。うるせえな、電車の中ではマナーモードにしろって思ってたんだけど、鳴ってたの俺だったんだよね。いや、普段電話鳴らなすぎて全く気づかなかったわ。24時間マナーモードみたいなスマホだったから焦ったわ。ちなみにかかってきた電話の内容、保険の営業でした。個人情報の流出怖すぎ。というわけで今回はネタキャラだと思ってたのにめっちゃ活躍したっていう展開が熱かったんで突っ込んでいきたいと思います。ミスターサタン、ご存知、チートキャラを除いたドラゴンボールの世界では英雄でございます。しかしドラゴンボールという世界の中では雑魚も雑魚、激雑魚でございます。初登場時はセルゲーム編です。本戦の前の前座ネタとして登場しました。無様なやられ方をするわけですが、なぜか憎めず。人気キャラとなってしまったミスターサタンは次のブー編にも登場します。相変わらずお調子者なんですが、ブーと絡み出すと、あれこいつ結構役に立ってね的なポジションになっていきます。実際に元気玉が集まったのもサタンのおかげだし、そして最後の最後、ブーにとどめを刺したいけれどベジータを巻き添えにしてしまうことに躊躇する悟空、ベジータを救ったサタンに悟空もサタンの功績を認めるのです。いや、熱すぎるでしょこの展開。サタンかっこよすぎて涙したわ。ちなみにドラゴンボールスーパー以降のサタンは完全に金づるキャラになっております。ろくでなしブルースより中田小平次、誰もがビビるスーパーヤンキー前田タイソンに圧倒的実力差があるにもかかわらず、自称恋のライバルとして勇敢に挑み続けるろくでなしブルース随一のネタキャラでございます。いいところが全然なかった小平次ですが、四天王鬼塚編では一人で敵数人をやっつけてタイソンたちを驚かせます。調子乗ってる分実は強くて、読者からの評価も上がった瞬間でございました。その後も全く相手にされてないのにヒロインを思い続ける小平次、美味しい思いは全然できなかったけど、そのメンタルの強さは現代社会人も見習いたいところでございます。最後はワンピースよりミスター2ボンクレー、クロコダイルの部下として出てきた初登場時はオカマの完全にネタキャラ。しかしアラバスタ編での最後は敵だったルフィたちを逃がすためにカイルンを引き止めるのです。オカマウェイ、よくわかんないけどかっこよすぎるぜ。そして再登場はインペルダウン編、今回もまた絶対絶命だったルフィたちを逃がすために自ら犠牲になりました。これはワンピースの長い歴史の中でも5本の指に入る名シーンでしょう。その後彼がどうなったか詳細は明らかにされておりませんが、ワンピースの中で最も再登場を望まれているキャラでもございます。ボンちゃん、またあんたのオカマウェイ楽しみにしてるぜ。以上、ネタキャラが活躍するアニメでした。こういう展開ってさ、主人公が活躍する以上に群れに来るものがあるよね。ま、俺はずっと YouTube ではネタキャラだろうけどね。それではまた。